ついにですね、ユーリのしか知らない世界が書籍化されまして、一個ね、申し上げておきたいのが、私たちが調子に乗ってこれ出してるわけじゃないですよ。集英社グループと呼べばいいんですか？法務社さんというところから、どうしてもうちで、ユーリンドしか知らない世界を書籍化しませんかと。その言い方もちょっとなんか。もう断ったらほんとちびっちゃいますみたいなことを言われて、いやー、自分らまだまだっすよと。自分らなんてもうそんななんか書籍化されるほど偉くもなければ、そんなもうまだまだもう頑張ってる途中なんで、あの書籍化はちょっとお断りさせていただきますみたいになったら、いやいやいや、もう言わないでそんなこと、ぶっ殺しちゃうみたいになって、じゃあもうそこまで言われたらみたいなね。そんなに。いや、でも本当立て付けとしてはそうっすよね。そう、あの、ありがたいことにお話をいただきました、はい、あれ、イクさんのところに話が来たんでしょ、最初は。最初どうぞ。あ、最初はインタビューみたいな。あ、いやいやいや、あ、いやいや、違いますね。最初はでもインタビューもしましたよね。法務省さんのなんかインタビューもありましたね、ちょっとね。いや、その時はもう、その時も決まってたお話。そう、私勘違いしてたんだ、はい、あ、私勘違いしてました。あ、私勘違いしてたんだ。私はなんかインタビューに来た法務社さんっていうところがインタビュー、 あれはもう書籍が決まってた上でのインタビューでございますよ。あ、そうなんだ。そうです。あ、そうですか。大丈夫ですか。なんで大丈夫なんで帰ろうからもう食べ帰んないで。あ、そうなんだ。そういうことっすね。私はもうね、中身ももちろん拝読しまして、すっごい良かったっすよ。これあの別にあの売れてほしいとか、私はね個人的にはさらさら思ってないので、うんうんうん、でもすっごい良かった、すっごい面白かった。ありがとうございます。で、これ結構話してて、なんで面白いんだろうねって話になって、もちろんやっぱりひいき面もあるんですけど、はいはいはい、やっぱり他人が自分の日記を書いてくれてる感じなんですよ。他人が自分の日記、ああ、なるほどなるほど。それってなかなかないじゃないですか。それはないですよ、だって人生で、ね、日記って個人的なものですからね。だからなんか他人が自分のこう軌跡を書いてくれてるというか、それを書いてくれるってこともなくて、でかつこれがいいのが、RB ブッコローっていう本じゃなくて、ユーリンドしか知らない世界というチームのことが書かれてるのがいいんですよ。僕のことだけ書かれてると、いやいやいや、そんなに俺頑張ってないよとか、いや、もっとかっこよく書いてくれよとかなるんですけど、チームのこととして書いてあるので、なんか読みながらですね、僕はすごいピート、めちゃくちゃ面白いよねっていう話になって、ちょっと先に一旦、多分簡単な内容を全部すっ飛ばして今その話になったので、確かに一旦あの、いつさんから広報からちょっとご説明させていただかないと。そうです、内容の話は私生配信向いてなくない？